こんにちは。アイコン植物をかっこよく育ててますか？今日紹介したいのはこの植物です。観葉植物ではありません。気候流の民族、マダガスカルの固有種です。これは種から育てて5年目になりますけれども、こんなに巨大化しました。ちょっと回してみますと、これを見ると、葉焼けをした葉が、何枚かあるんですね。葉焼けしてるんですけれども、葉焼けを過剰に警戒しない方がいいと思います。というのは、葉焼けというのは非常にたくさんパワーをもらっているという証なんで、かっこよく健康的に育てるには、葉焼けの限界ギリギリを詰める必要があると思います。去年、こちらの大きい子と、こちらの小さなウィンズが同時に開花しました。人工交配を行ってできた子が、後ろにあるこちらのウィンズリーの小さいものになっています。この大きく育ったもの、代表的なものをちょっと集めましたけれども、かなり葉焼けしてます。思いっきり光が当たる証拠になります。あと、めったにやらないことなんですけども、徒長をする場合が当然あるんですけども、そういった場合、芯止め、真ん中の、伸びた枝幹をカットするということを、ちょっとこっちに対して施したら、なかなか横に葉っぱが広がってきて面白い形になってきました。こういった遊び方もできますね。アキポリウムってあまり芯止めしないんですけれども、こういったことも、試してみてください。今回はこんな感じです。ではまた。北アメリカの湿地帯に自生する食虫植物です。受け皿に水を張って干し水で栽培しています。春夏、虫を非常によく取ってくれたので、栄養状態は良好です。虫をたくさん取ってくれた褒美として、ごちそうを用意しています。こちら、魚肉ソーセージ、チーズ、で、卵の白身ですね。タンパク質です。これを今日はご褒美としてあげていきましょう。これに魚肉ソーセージをあげましょう。オンして。はい。どう？美味しい。もぐもぐと。美味しそうに食べてますね。隣の赤い口の方に白身をあげてみましょう。はい、口あげたーん。おー、食べた食べた、美味しい。もうちょっと塩味きてる方が良かったかな。じゃあちょっとチーズもあげてみようか。はい、チーズだよ、口開けて。はーい、チーズ。はーい、どうかな。じゃあそっちの君、何がいい？白身。分かった、白身あげましょう。はーい、焼き身は白身だ。そうだ。ちょっとはみ出しちゃってるもんね。美味しいかな。魚肉ソーセージ負けちゃうね。ほら、葉っぱが閉まる仕掛けというのは、葉っぱの内側にセンサーが3つついています。そのセンサー3つのうち2つ接触すると、パクッと口を閉じるということですね。こんな感じでたまに栄養をあげて、こちらも楽しめるということをやってます。ではまた。